大丈夫。あ、お願いします。お願いします。お願いします。せ、あ、せーの、新作です。ハッピースピース。どちらからでも。あ、ピアスピース、渡辺万次郎です。学研やエルメネスよろしゅうに。なんか今日みんな落ち着いてるな。あとアトラさっき寝てたから、あの寝起きでバカ寝起き。なんか今日あのさっき沖縄について、そうで、あのケッケのねお家に今お邪魔させてもらってるけど、あ、3日間ぐらいお願いします。お願いします。なんですけど、あのちょっともう結構もうここ最近もう東京でもまあなんかいろいろちょっとなんか激しかったので、うん、はいはい、毎日毎日生活が、ね、忙しかったで、そうで、やっとなんちゅうやろ、こう来て沖縄にでチルタイムみたいな、うん、なんか毒素を抜こうっていう話になりましたね。だってシンとか1週間ぶりに酒抜いたんですし。あ、そうそうそう、やばすぎ。マジで結構やばすぎる。なんか会食とか多かったもんね。多かった。会食っていうかさ、なんかいろんな会いたい人とか、そうそうそう、まあちょっと会わないといけない人がちょっとあのね、あの続いて、多かったね。うん、ちょっと毎日限界移住してたんですけど、うん、まあ、この綺麗なさ空の下、あ、なんか今日の何よ、流れ星流れるらしいで。流星群ってこと。しかもさ、パープルムーンでしょ。あ、今日、そうな、今日え12日？あれ今日13。あ、ガチな話、パープルムーンで、パープルムーンプラス双子座流星群。あ、そうだ、流星群ゴリラックもらうから、ロマンチック。そう、絶対、まあ飲むんですけど、今日、うん、後で飲むんですけど、飲んでね、流星群見て、え、何それ。でも多分、ちょっと遅めじゃない時間だ。うん、あ、そうなんや。流星群って大体2時とかじゃない。あ、そうなんや。パープルムーンって何、わかんない、普通に紫色なんですよ。すごくない、うん、なんかエロい、大丈夫それ、エロイベ始まる、エロイベ、ピンクドイヨやばーい。でもその、なんかさ、流星群っていう派ってなんかちょっとロマンチストじゃないかなって思っちゃう。何、どういうこと。え、だからなんかうち的にはなんかちょっとキラキラしてて欲しかった、流れ星とかあるから今日みんなでお願い事できるねとかなんかって言って欲しかった。こだわりすごいな、こっち流星群って言うやん。だってなんか嫌や、なんでな、求めないでよこっちに、キラキラを。流星群とかなんかその小袋の歌詞で出てきそうなやつ嫌や。流れ星じゃ見よう、いいよ、流れ星見よう。ねえ、ねえ、ねえ、ね、何をお願いする。わかる、今日もいっぱい飲めますようにって。怖っ。ねえ、てかさ、マジでさ、なんか、ね、一人一人言うパターンだ。違う、ごめんごめん。じゃあなんかさ、東京行ったらさ、空見なくない？見ないなって、汚いもん。確かに。いや、沖縄結局移住しても4ヶ月だけど、うん、俺なんかそう、空を忘れてたわ。で、広いよね、やっぱ沖縄の空って、うん、本当にすごいよ。広く見えるね、なんか周りがすごい明るく見えちゃうから、うん、星がすごい霞んじゃう、東京にいると、うんうんうん、その星の光り方がよく分からない、照明がで多すぎるよね。そう、てか普通にビル高いし、本当にビルが邪魔してる気がする、なんか空を、うん、友達のな、ね、あの東京住んでる友達でな、まあなんか定期的にストーリーやんでる子がおんねんけど、まあ東京多いから定期的になるよ。なんかその子もなんかのその空のストーリーあげて、なんかやんでるストーリーで、なんか久しぶりに空を見た気がする。でもなんかその気持ちがなんか沖縄に来て分かった。あ、確かに東京じゃ見ない、全然見ない ね、 ね、上全然見ないね。だから割とストーリーに空あげるタイプなんだけど、うん、すごくあげてますね、うん、新宿の空とかもだから病んでないんだよ、うん、あ、そういうことか、うん、だから空を買って求めてるんやと思う。あ、ね、あ、そういうこと進んでたから、うん、そう、まあ、そう、今日飛行機でな、あの降り立つ時も海も綺麗かったしさ、綺麗よね、も海も見えへんしさ、確かに。なんか変な川しかないやん。確かに。変な川。変な濁った川。変な川しかないやん。そうね、確かに確かに。でもこのさ、オアシス求めるたびにさ、ケツ痛めてきてんのってうちは偉くない？偉いよ。そう、なんかあのめっちゃ格安のな航空券で来たんです。でもマジ往復1万8000円とか。一人ね。バカ安でな、マジで安い。全部シンが取ってくれたんや、それも。ああ、ちょっと今度それアテンド超ま超天才やば。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さんもっと稼いで、もうなんかもうアホみたいな飛行機乗って、うんね、あ、4列同時でこう見ないこう並んでから、うーやっちゃうから。穴のビップとか。穴のビップとか。てかなんかプライベートジェットで F4 みたいな。え、やりたい。やりたい。
めっちゃいい。やりたい。頑張ろう。マジ頑張ろう。もう年末やけど、なんか来年ちょっとマジ頑張ろうよ。来年の抱負とか言っちゃう？もうここで。うん、まず漢字からやりたいかな。来年の漢字？自分の漢字。あ、今年の漢字。今年何だったか。そう、何だったか。いやこれ多分全員一緒やろ。あ、じゃあせーのでいい。多分違うと思う。多分違うと思う。いやもう絶対そうやって。だから絶対違うと思う。結局も違うと思う。絶対そう。どうせあんた飲むとかで。じゃあ正解言っていい？うん、酒。あ、違う。あんただけよ。ちょっと待って、全員そうやって。いや、違うよ。私だっていろいろありましたよ。私だって沖縄にさ、移住したりとかいろいろあったんだからさ。そんなに酒なんか。ずるい。確かに、県警も移住してからずっと酒だから。酒以外で考えてみるわ、ちょっと。じゃあ酒は禁止ね。うん、酒禁止。酒系禁止ね。うん。私、あれ、逃げる。逃げる。何何何で、なんかいろんなことから避けてきた。なんでやめないよ、そんな。え、どういうこと？逃げちゃったんだ。逃げちゃった。あ、そうなの。ちょっと、なんかちょっとしたことでなんかちょっと投げ出したくなっちゃったりとかしてしたことが多かった年やなって感じ。一人だけ真面目どこがやん。いやポン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 、何も真面目だな。うーん、倒れる。違う、開けない。いや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 、何今の声声声。俺なんやろ。じゃあ思いついた方から。なんだろう。タカはタカは変化の変わる。あ、変。うん。ああ、なんだろう。なんか変わりすぎた、いろいろ。引っ越しとかね。うん、確かに。うん、俺もそっち系かもね。だから大阪から、大阪じゃない、東京、違うわ、沖縄から出てきてからずっと感じ変わんないかも。場所も変わってる、仕事も変わってる、趣味も変わってる、なんかいろいろ変わってる。あ、本当やね。なんかそれ結構しっくりきてるかも。確かに全部変わってる。そうだね。友達のなんか広がり方も早いし、変化の変化、変化、変化すぎた。結局はなんだろう。島、金。ねえねえねえ、ざっくり金。でも結局もそう思ったの。結局金かなと。金、なんでの。なんかやっぱパチンコで沖縄に来てからね、やっぱそういうさ、もう本当にマジで酒飲んでパチンコしてもお金がなーい。本当にこれを見てるあのゲーマー関係者の方、私だけでも飲み本にしてください。これ、こっちも飲み本に。もう私だけお願いします。もう本当にお金ないんです、お願いします。じゃあ違う違う、この4人で飲みに行くっていうあの面々をちょっと見て、見た人はほんまにこの4人を飲み本にしてほしい。確かに。てか、なんか案件欲しいかも。4人飲みの案件。飲みの案件。あ、確かに飲み案件。もうあのお店紹介するんで。そう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 、呼んでください。あ、全然ください。新宿近辺の方とか。はい、4人で飲みに行って動画にするので。はい、お願いします。もしお願いします。お願いします。酒以外の。え、俺もまあだからタカとずっと一緒におったから、まあ変わるとかそっち系やねんけど、でもなんか新しいことが起きすぎて新しいから。で、その新だけに。はい。で、あの新年ね、あの年明けてからね、あのまだ発表してないこととかさ、なんかもう決まってること。確かに。何？お仕事関係いろいろあって、だからそんなんもなんか初めての仕事とかも結構もうあるし、で初めての場所でさ、東京でね、うん、なんか仕事始めたりとか、なんか結構変わったのよ、めっちゃ。で、なんかいいじゃん。実家もあのちょっと、まあ、別にいい方ではないんやけど、うん、なんかあの、まあ、いろいろあって、うん、で、なんかそれも俺は結構ポジティブに考えてて、うん、いやなんかもうこの機会に、うん、いやお母さんとな、うん、でもこの機会にもうなんか逆にこう良くなるよっていう風にこう考えてんだけど、心機一転的にね。はい、まあまあちょっとだから新しいっていう感じにしようかな、今年は。あー、素敵。真面目か。なんだろう、私だけなんか。何？え、でもしっかりちゃんとしてたよ。ちゃんとしてた理由。でも俺第一候補酒やから。あ、それなしよ、もうきっと来年もそうよ。だって今年病気にもなったしね。あー、確かに。あ、そっか、ほんとや、忘れてた、病気にもなった。でも忘れないって。いや、新しい。だからもうあんな病気初めてやったし。確かに。
それでも懲りずに爆飲み、そういうなかったかも、心配してんじゃん。懲りずにってじゃあだってあれ酒が原因の病気じゃない、にしても体がさ弱ってるんだからさ、もっと節制しなさい。感知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 した。あ、本当に元通り。そうなの、元通り。え、もう再発ゼロ、もう再発ゼロ全然ないけど、一応気をつけてねとは言われてる。で、言われてるやん。だからじゃ一応のやつやで。ほら、万一ってあるやん、知ってる。でも俺はすぐ異変に気づいたから、もう本当に早期発見で、よかったな。でな、じゃほんまにちょっとでも普段の体じゃないなとかさ、この痛みなんだろうってなった時はマジすぐ病院行った。結局今金玉の右痛いの。あ、やばいやばい、行って行って行って、やばいかな。結局前立腺がんかもって言われた。病院で、ね、怖い、金玉取られる。え、病院で。あ、違う違う、なんかそのなんかちょっと金玉痛いんだよねって言ったら、それ1前立腺がんかも4みたいに言われたこととかさ、だから変な痛みが俺あってから、痛み出してなかなか痛みが引かないから6時間後くらいに病院行ってんねんけど、ほんならえぐい病気やったからマジ行くべきかもって思った。いや、それほっといたら死んでたからね。うん、いや、ほんまに。でも人間ドックとか行きたいんだよね。ね、わかる。5万ぐらいしない人間ドック。でもさ、死ぬよりマシじゃない。健康診断はガチで、俺らな、会社にとかについてない分、健康診断とかガチで実質的に行かなあかん。確かに。ほんまにそれ。行ってないみんなも行った方がいいよね。うん。いや、俺らが言える立場じゃないねんけどな。すいません。行ってからもの言えてない。そう。すいません、まず行くね。でもやっぱさ、人間のその危機感ってやっぱ弱いよね。そのさ、南海トラフとかもそうだけどさ、地震来るかも死ぬかもみたいになっててもさ、みんなのうのうと私たちみたいにバカみたいに酒飲んで。確かに。まあね、でもさ、いつそんななんかことが起きちゃうんやったら、なんか楽しみたい。確かに。だから、後悔しないように。そう、もうガチ後悔してないかも、この自分のこのなんか生活に。今死んでもってこと。まあちょっと死にたくはないけど、でも、なんかやり残したことが、まあ今はあるよ、生きてる方が多分やり残したことを、やり残したくないって思うから多分必死なんだけど、でも割とめっちゃ充実してるから、後悔。なんかね、全然大丈夫かも。深っ、今日の動画なんか、こう、なんか、お真面目だからさ、沖縄マジックかも、なんかそうだよ、冷静になれてる。みんなスピってる。一番さ、考えないといけないこと考えてなかったじゃん。ね、確かに冷静になれるわ、なんかもうほんま忙しすぎる、東京。ありがとう、沖縄って感じ。え、なんかたまにはここの休息大事かも。うん、マジ休息時間で、まあ年4ぐらいで沖縄来んねんけど、ほんまに今回の沖縄が全然めっちゃ久しぶりっていう感覚。まあでもいつだっけ、前行ったの。なんかツボが言ってるね。前来たのいつ。え、ガチ今年も年4ぐらいで来たよ。だから頻度変わってないね、別に例年と。だけど忙しかったんだね今年。バリ久々な感じする。多分みんなさ、下で正しく見えてないからさ、ずっとこんな。そうだよね。ずっと手だけ動いてるけど。わかんないよ。ちょっとうちのワンちゃんが。そう、ちょっと今日撮ったじゃあ可愛い写真ここに載せとくね。うーってやってみたら。なでしこ映る？なでちゃん。なでちゃん。今年の抱負言いなさいよ。なでちゃん、今年の抱負。うわぁー！かわいい！姫でーす。かわいいでしょ。姫でーす。マジかわいい。本当にかわいい。みんな犬にたむれ好き。マジで毒素抜ける沖縄いいね。え、じゃ逆にさ、ケッケさ20何年間東京住んでて、はい、でいろんな景色を、まあそれがデフォルトで生きてきてたわけやん、うん、でこう島で今住んでて、なんかどう思う。なんかさあの悪魔が除霊される時の気持ちって感じ。なんかあーみたいな。それはいい意味で。なんか私が例えば悪魔だったとして、うん、なんかすごい聖なる光を浴びてる。あー、そういうこと。なんかあーねー、これ自分じゃないみたいな。なんて言うんだろう、綺麗すぎてさ、空気とかもさ、うん、空も綺麗だし。もう私足立区出身なんですけど、もう本当に東京都の中でも最低ランクの治安の悪さ場所から来たんですね。うん、なんかすごい人もなんか優しいし。確かにね。もうやめてって感じ。逆に、うん、もっとトゲトゲしててほしいし。なんかケッケもさ、なんか結構毒吐くのが自分のいいとこだと思ってたのにさ、もう全然吐かないから、もうなんかどうしようって逆にビビっちゃう。うん、沖縄の人言わないかも。でも修行やね、じゃあもうね。
でもさ、沖縄はさ、なんか新しい自分を見つけに来る場所らしいよね。うん、あ、そうなんよ。そう言われてる。なんか日本とか上はなんか未来の、あ、未来の自分、あ、過去の自分を見つめ直す場所で、なんか南はその新しい自分を見つめな、なんか見つける場所で、え、なんでそれ難しい。そう、そういうのがあるらしいよ。だから沖縄とかに新しい自分見つけに来る人多いらしいよ。確かにそう思う。なんかこう、すごい新しい、なんか自分に向き合えるよね、なんか沖縄ってすごい、うん、なんかそのな、あのリゾートホテルに泊まって、なんか海で思いっきり遊んで、なんかなあってやんのとまた違うねんな。もう普通にもうしっとり沖縄でだらだら時間を過ごすっていうのがめっちゃいいね。うん、分かる。意義あり。でもたまにでいい。そんな意義あり、意義あり、意義ある。なんかケッケが多分今沖縄に来てずっと向き合ってることってパチンコのダイヤと何でも多分それ、いや違う違う、今あくまでも今でも結局思うけど、うん、東京のパチンコと沖縄のパチンコ全然どう違うの。なんかほんと営業時間も2時間ぐらい多いんですね、沖縄の方が。あ、そうなんよ。あ、そうなんや。だし、しかもなんかその沖縄の人ってそのやっぱ東京に比べてさ所得が低いから、うんうん、なんか当たりやすくなってるらしいの。へ、めっちゃいいよ。全然なんか雰囲気違う。金回りいいんや。うん、でもそんなの当たんないけど。お金ないんです。お願いします。本当にマジやばい。マジやばい。頑張って働こうね、来年も。本当にね、来年はプライベートジェットで。確かに。何の仕事したい？4人やったら何がいいんだろう。一発目、俺結構あのよくさフライングタイガーとかさ、うん、ドンキーとか、ね、そういうなんか雑貨屋とか、そういうロケよくやるやん。ああいうのを4人でちょっとやっちゃう。店舗撮影、お買い物みたいなやつね。うんうんうん、ああ、なんかあれやりたいんだよね。あの外でさ、うん、ターザンみたいにあーって行くところあるやん。あ、アスレチック系の、アスレチック系をやってみたい。あ、わかる。一緒、わかる。同じ考え。大丈夫。でもあれ東京にさあれあるじゃん、あの水に、水の上のさ、あ、そういうの、あ、そう、あそこできる、なんか水の上あの落ちたら汚い水のところに、うん、何それ、知らん、知らん、知らん、ね、サスケみたいなやつ、え、うん、もうすっぴんでいくもん、そんな、でもさ、なんか病とか怖くない、なんか、あ、確かに、傷とかあったらさ、そっからもう、あ、いや、怖いな、うん、大腸菌とか、なんかちょっと無理かもね。しかもまあカメラがちょっとめんどくさいよな。確かに、撮影だからストーリーぐらいでいいかもしれない、うん、でもそのためにさ服汚せないよ、うん、でもあスカイダイビング、あでも苦手か、スカイダイビングは、あスカイダイビング、それもめっちゃ賛成派だな。バンジーは俺無理やな。登山は、登山、何が登山登山のなんか命かけたくなる。一休みたいな感じのことするってこと。あ、そういうこと。丸一日かけて、もう一泊するぐらい、めっちゃ嫌や。一泊するぐらいして、もうなんか、ちょっと登り切って帰って、え、ちょっと怖っ。でもちょっとやってみたい。いいかも、確かに。サバイバルみたいなやってみたくない。オカマの、あ、うんうん、無人島行く、みんなで、怖い、無理。運動会したら、運動会ね、そう、一応もそれやりたいね。オカマ運動会、セカスとかやんないのかね。セカスとやってたよね。もうやるとしても来年とかって勇気がボソって言ってたけど。お願いします、お願いします、待ってます。運動会じゃなくて百鬼夜行っていうので。百鬼夜行ね。百鬼夜行がいいよね。チーム名つけるんだとしたら誰来るんだろう、オカマ。でも何人ぐらい必要、30人とか20人ぐらい、20人ぐらいとか。20人もオカマも。でもガチもんやん、それやばいよね。あ、ごめん、充電ない。あ、じゃあそろそろ終わりたいと思います。すいません、お邪魔しました。じゃあね、お邪魔しました。バイバイ。来年もよろしくお願いします。お願いします。まだ終わんないけど。イエーイ、バイバーイ。チンジ君、チンジ君。